また会ったか。ああ、他に道はない。中を通っていこう。ないか？もう20世帯もいるんだ。マリアと親父さんが自給自足の村として始めた。野菜と家畜を育ててる。こんな生活もうできないと思ってたよな。ここならできる。町の防衛は？大人が交代で見張ってる。発電所が直れば電気柵も使えるしな。感染者もやってくるんだよな。もちろんだ。どこでもそうだろ。言い切れるのか。マリーンみたいだぞ。よしよし。バックリだ。番犬にはならないが。いい子だ。楽しいやつだよ。発電所を復活させる天才たちだ。今回はいけるぜ。信じないか？そうは言ってない。